その時に最初にすぐ救われてすぐに素晴らしい恵みをいただきまししししした実はあの私の父がです、ね、長いいことと当時入院てててましてお見舞ににも行ってないしずっっななず母に介護を看護看任せっぱなしでした。 And um, for a long time, my father was in the hospital. I didn't really visit him, and I would just let my mom visit him and take care of him. Eh 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 and so I went to the hospital, and beside the bed, I prayed for healing and for restoration. Eh

ママはやる警部だったんですが、そのものすごい気の,気の強い人でした。Mom and she was really、それでしょっちゅう衝突して、喧嘩ばっかりしてました。<laughs> ところが、その母親がですね、この光景を見て、ですね、あなたの言ってる教会、キリスト教、素晴らしいねっていう。 それで、えー、母も、えー、教会に来るようになり、母も教会に来るようになり、父、え、も、ー、病床で、えー、信仰告白保し,して、両親が救われました。そそのの時ですね後 娘が生まれたんですが長女ですね今マ,マリって言いますけどこの子が生まれて、えー、6ヶ月ぐらい経つとですね免疫がないことが分かったんです months, born, それでずっと、えー もう緊急に病院に入院しましてそれを取無駄流症という、えー、難病に指定されている、本当に、えー、わずかな人しかいない病気だったそうです。そ、yes, 当時は、えー、結構普通は1歳か2歳ぐらいまでしか生きられないそうです。

実はあの統合失調症の,やるの薬の副作用で免疫が上がるんじゃないかという彼が文献を見つけてきました。その子がその子の娘がっってて今 クリスチャンスクールに3年生です。Uh, yeah, school, もう、それでですね、その夫婦、父、ま、が、あえー、近くの娘が南へ帰ル近くに引っ越してきたので、私たちもあの近くに引っ越してきました。で、父が行ってる教会、どんな教会かなと思って、えー 来たのがきっかけでおととしの七月からこちらの教会に来てます kind of to, so, ago, 本当に偶然というんですかこう不思議な、えー、神様の導きによってここまで来れましたええー、それでですね実は、えー、まあ。 私今七十七年間の目組みをお話ししたいと思います。Really、実はあの私はあの ADHD という発達障害の子でした。Actually, um, ADHD. 小学校もほとんど授業に出ずに学校へ行くけど抜け出して海や川に行って。 遊んでばっかシュチュー先生から殴殴ららられれたばっっっかかりですしててて、えー、中学に入っても嫌を使って初中あのあのサボってばっかり学校に

仕事もししてきましたけど、so、まあこういう発達障害の人間でもですから、えー、やっては長続きしないんですね。2、well,、3年ごとに仕事を変えてました。多分今まで仕事十 30, 30ぐらいしてきたと思います。でもあの、まあ、晩年、えー、ですね。やっと60歳の頃から。えー 介介護の授業と介護のののの業とと仕仕事事事そそれれかから障害者の支援とか保育園をやるようにになっててが今無事にえ今今無この仕事だけは今続いておりますぜひ。あの

私っ今日なな、私は私の顔を見てけた。めであと前の車のナンバーープレートも読めないぐらいらほとんど見えなくなくってま<笑><笑>急い急で眼科に行きました。ら来るのが遅かった。<laughs>

礼拝の時アメリカからドビー先生がいらっしゃいました。<And S 1> ドビーですね。Now, ドビー先生。おぉ、ー・オーストラリア。オーストラリア。オーストラリア。先生ですね。それで。えー 前に出て、あのその時あの、癒しの祈りをしましょう。ということで、前に出て。祈っていただきました。そしたら、真っ黒くなって、全く見えなかったのが、spot, spot. あの半分ぐらい薄くなりました。Like

クニコ先生がまた癒し癒されようっていうことで。先生は、このように生きてました。そしたら、そのように、きれい消えてました。それで、えー、1月、年明けてすぐに、えー、また次の、えー、し診察を見ましたら。完全に癒されてます。で the、の next checkup、all the condition was totally erased.

ありがとうございました。